子の心ノート。この番組はニコがお送りいたします。放送時間は毎週金曜日のお昼1時半から2時までの30分です。ニコは歌を通して心の元気をテーマに声をお届けするシンガーソングライターです。オフィシャルホームページ、 Facebook、 Instagram、 Twitter やってます。ぜひブルーウィングスニコで検索してください。さあ、イベントなどのお問い合わせは080-3927-0919 まで、ぜひお気軽にお電話ください。さあ、今週も7月始まりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。早速今日の裏技お届けいたします。今日は野菜を無料でゲットして生活費を大幅に削減しちゃう裏技です。番組の最後にお届けいたしますので、ぜひ最後まで今日もお付き合いくださいませ。さあ、それではニコの心の音始まりです。さあ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週もね、始まりましたけれども、最近ね、あのセミの鳴き声なんかもして、ちょっとこうセミの声を聞くとね、なんか夏になったというか、ちょっと温度的に体感じゃないんですけれども、暑いなっていう、なんか意識にとらわれるというか、まあセミイコール夏みたいなところはあるので、しかもセミの鳴き声ってすっごくなんか独特な音がたくさん入っていてね、複雑な声を出しているんですけれども、なんかそういうのを聞くと余計にこう暑さが増すような、このいろんな音階というかっていうメロディーやなっていう感じなんですけど、なんかね、ちょっとずつ本格的な夏が近づいてきたなっていう感じです。はい、今からね、熱中症など本当にね、気をつけていただきたいと思います。もう殺人的な太陽の光、もう暑いじゃなくて痛いですからね。ねえ、太陽痛いよねっていう感じで、表現がちょっと私的にはしっくりくるかなっていう感じです。はい、さあ、先週ね、引き続いて今日はですね、お金が集まってくるミラクルマネー体質をテーマに今日もお届けいたします。で、これがですね、尾崎由里さんの書かれた本、お金って不思議、金運はこうして動き出すのという本をね、ちょっと私の好きなところとかを抜粋しながら、私の意見も交えながら、ちょっといろいろとね、クローズアップしながらお届けしたいなということで、先週から、してるんですけど、先週はステップ1、自分を幸せにするということをね、テーマにしてお話ししてきました。ぜひね、前回放送、何それ気になるわって言われる方、こちらですね、ラジバリ終わった後にですね、ニコの YouTube チャンネルにて毎週ラジオアップしております。6月26日分の放送を聞いていただいたら、ちょっと聞けると思いますので、ぜひぜひブルーウィングスニコで YouTube 検索してください。ブルーウィングスニコ YouTube です。はい、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで、はい、さあ、そしてですね、今週ステップ2ということでお届けしたいと思うんですが、お金を大事に慈しむということをテーマにお届けします。さあ、今日もテーマに移る前にですね、一曲お届けしたいと思うております。はい、ニコの曲で琴の葉音です。どうぞ。琴の葉
よ。季節外れのタンポポ揺れ舞う、群れからはぐれた一羽のカラスが、愛よ恋しと泣き巡る。陰に落ちる影おぼろ、こちらの曲ですね、国道56号線沿いの、まあ、愛媛県になるんですけれども、ツタヤ日予店にて販売ブース設けていただいております。ぜひお近くの方は、寄っていただいたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、お金に関することミラクルマネー体質をテーマにお届けいたします。今週はですね、ステップ2ということでレベルアップしていきましょう。はい、ということで、まず早速一つ、お金を呼び捨てにしないということです。この視聴者の方もね、お金のことをずっとお金ちゃんお金ちゃんって言うんですよ。まあ、例えば、自分のね飼ってるペットなんかも、まあ、名前が、まあ、タマだったとしますね。そしたらタマちゃんって呼ぶじゃないですか。ねえ、おい、そこの猫、犬とは呼ばないという、そこでこう愛情を持って接するという、まあ本当のね意味があるんだろうなと思いながら、これを、まあ、お金ちゃんということでね、大事に慈しむっていうことなんですよ。はい。で、まあこれね、まあ、ステップ1で、まあ、自分を幸せにするっていうことで決めて、小さなことから自分の望みをちょっとずつ叶えてあげるようになれば、こう自分がキラキラと光を放ち始めると、まあ、お金ちゃんってこう光
光って楽しそうな人がいるからちょっといてみようやってなるんだそうです。これも必ずなんだということで、言っておりますね、作者の方。はい、なんかね、なんかでもちょっとわかるような気もします。やっぱりなんかこう意識の問題ですよね。うん、だからなんかこう お会計でね、こうお金をこう出す時も本当にありがとねって、また帰ってきてねって、でまた思わぬ収入だったりとか、まあね、人にもらったりとか、まあ、私なんか結構ご祥儀とかね、くださったりとかもまあありますけれども、そういう時にもう本当にもう、あ、来てくれてありがとうみたいな気持ちでね、心の中で、まあ、これからも、つぶやこうかななんて思ったりしてますけれども、たくさんねお金ちゃんにこう話しかけてあげるとかなりいいということですよ。はい、でさらにお金ちゃんにこう喜んでもらえている気がしたら、もうあなたもミラクルマネ体質になりつつあるということです。はい、ぜひぜひ、意識をこう変えて持って、そして、どんどん未来を変えていきましょう。はい、で、さらにですね、お金ちゃんはいいところにお嫁に行かせようということなんですよ。でこれってね、なんか聞いたらどういうことっていうことを思うと思うんですけれども、ま、たとえ1円でも納得してお金を使うっていうことなんですよね。その無駄遣いをせずに、そのお金ちゃんをこう大切にするということなんで、これはね、ケチでも何でもないんですよね。だからそのでもね、これならっていう決めたこと、心に決めたことっていうのはもうポーンと気前よく支払うということで、そのお金ちゃんを最大限に生かす使い方をしているっていうことなんですよね。やっぱりこう自分がちゃんと納得してお金をこう使うっていうことなんですよね。大事かな、まあ、その意識も大事かなと思ったりします。はい、まあね、なんかこう見栄とか、まあ付き合いとか、なんかいろんなことあるとは思うんですけれども、やっぱりそれってね、やっぱ自分のことをで自分の気持ちが決めたことで納得してきちんと、あ、お金ちゃんを支払おうって思うっていう、その自分の心を主にして、まあこれステップ1にもつながると思うんですけど、あ、そういうのってすごい大事だなと思います。はい、気持ちよくお金ちゃんをいってらっしゃいとぜひ送り出してください。さあ、そうして続いては人生最大の買い物をきちんと、活用しているかということですね。まあ人生最大というと結構こうマイホームなんてね、よく住宅ローンがもう長い長い住宅ローンがかかるっていう、そういう気持ちもあってちょっとこう勇気がいりますよね。でもやっぱりこうその先にね、この一つの家に縛られるっていうと、あ、ここに家を買ったからここにいなきゃいけないみたいな感じを思っているのかなっていう方も多いかと思います。でもそういう風な一つの家に縛られないでも自由に、うん、いろんな県に行って住んでみようとか思う、私はそっちの方なんですよね。すごくいろんなところに行って、住んでみたいななんて今すごく思いますね。このコロナが終わったらちょっと他県でちょっと住んでみたいなみたいな気持ちも結構あるんで、はい、楽しみにはしてるんですけれども、さあこのコロナまた、人数もちょっとずつ増えつつ、お、第2波がやっぱり起こってるんじゃないのっていう、感じも受けつつ、はい、早く収束することを願っております。もう平穏無事が一番ですよね、このコロナ。はい、まあそんなことも思いつつ、でもまあいろんなところにね行って、旅行でもいいです、なんでもいいんですけど、こういろいろ全国そして世界に行って、いろんなことを経験して勉強してみたいななんていう気持ちも私はかなり、はい、ありますね。はい、
さあ、ここでね一曲後半をお届けする前にお届けしたいと思います。ニコの曲で翼、どうぞ。高鳴ってふわっと広がった翼、もっと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 見たい光はその先へ、重なってキラッと輝くよ翼、心にきっとある未来へつなぐ翼。わかってたんだ、先に答え見えてしまったらつまんないことくらいは。だけどでもいつも言い訳、うろうろ私同じとこ嫌になる。正解って何、どこにあるの。このミニアルバム心の音から翼お届けしてます。こちらの方、公式ホームページにて、振り込みなどで、CD も購入できますので、どうぞ、ブルーウィングスニコにて検索してみてください。さあ、今日のテーマ、ミラクルマネー体質ということでお届けしておりますけれども、後半参りましょう。ステップ2、可愛いお金ちゃんには旅をさせようということです。まあ可愛い子には旅をさせようみたいなねことわざってあると思いますけれども、まあ自分のお金をこう自分のこう可愛い子供やと思ってどんどんと、お金を使っていきましょうということです。まあ浪費を進めてるわけじゃないんですけれども、まあ世の中をこうぐるぐると巡って人や社会の役に立つという役割がねお金ちゃんってあるんですよね。だからこういう風な、まあどんどんとこうお金を巡らせていくっていう、そうするとありがとうって言って旅に出させた子がまたですねたくさんのお金ちゃんを連れて、まあ、自分のところに帰ってくるということを結構言われてますね、この本の中にも。うん、まあいろんなねそういった本当にあった事例なんかも書いていたりするんですけれども、こちらはぜひ本ね、書店の本屋さんにて確認とか見ていただきたいなとは思うんですけれども、はい、やっぱりこうね可愛いお金ちゃんを旅に出せば必ず成長して、友達をたくさん連れて帰ってくれると確信するという、まあ、著者の話でございます。さあ次、年収以上の貯金は無駄。はい、まあ例えばね、定年退職あとその人生で夫婦で必要なお金ってまあ2000万以上、まあそうしたら老後を豊かに暮らすんだったら1億ぐらいないと無理かもみたいな将来に不安を抱いているという感じの方もいらっしゃるかもしれません。でも、まあ、たとえまあ1億円貯金することがまあできたとしても不安ってのはねなかなかねなくなりにくいんじゃないかなと思います。まあまあ、60歳までに、まあ、1億円貯めることができたとして、毎月でも30万、まあ、例えばよ使うと
1年後には、9640万円で、同じペースで使っていたら10年後、まあ、70歳の時には、まあ、6400万まで減ってしまうという使うだけの生活ですよね。で、お金が減るっていう実は恐怖心が生まれて、将来への不安って膨らんでいくんですよ。で、やっぱりその貯めても貯めても不安が消えない悪循環に陥るくらいだったら、その必要以上の貯金はしないことっていうのがね、やっぱり不安を抱えてその自分が輝けないっていう方が、まあ、ミラクルマネー体質よりこう離れちゃうっていうことだと思いますよね。まあ、なんでガチガチにこうお金ちゃんをこうね貯めておいて、お金がないと不安と言って閉じ込めておくだけでは、やっぱりこうミラクルマネー体質にはなれなくて、必要ない貯金のために楽しみとかを先延ばしするっていうのをやめて、自分を心地よくしてくれることっていうのにはすぐ実行してみてください。そして自分をね大切にするっていうことが、結果的にお金ちゃんと仲良くなるっていうことにつながるということです。そうなんですよね。やっぱりなんかこう、まあ私もそうなんですけど、自分磨きっていうのがすごくこう必要だなって、この仕事をこう初めて思うんですよね。まあ例えばまあ美容室にもそうですし、そのまあ自分を美しく保つためにかけるお金だったりとか、もちろんこう歌をうまく歌えるためにそのボイスレッスンに通ったりとか、なんか全部こう自分のためにしていく経験が、まあ将来の先につながっていく、うん、っていうことになるんじゃないかなっていうのを、この歌の仕事をして本当つくづく思います。なんでね、そういうこう自分の経験値になることっていうのには、こうまあ私もこの本を読んで勉強したんですけれども、なるべく自分のためにそのまあ自分を大切にしようっていう方が、うん、ふさわしいかなと思うんですけど、なんかこう自分を愛してやろうとか、なんか自分を大切にしてやろうとか、なんかそういうことをねメインで、自分にお金を使ってもいいのかなっていうのをちょっと思ってます。はい、さあ次、宝くじは当たっても経験を連れてこないということなんですよ。まあその宝くじってね、こう当たった人の9割ってなかなかその後の人生が、まあ言い方があるかもしれんですけど、破滅に導かれているっていうことも言われてるそうです。はい、やっぱりね、宝くじってなんかこう、まあ、買うだけっていうのは全然こう経験も体験もまあついてこないということで、ちなみにその宝くじの還元率ってたったの 46% なんですよ。で、まあ還元率って、まあ還元率っていうのは使ったお金がどれくらい当選金として使われているかの割合のことなんだそうですよ。まあそうなってくると、もう他の競馬、競輪、競艇など還元率が 75% っていうぐらいなんです。宝くじってもう相当割の悪いギャンブルということで言えるんですよね。あ、でもやっぱりその日本のためにこの宝くじのお金っていろんなところにこう使われていたりとか役立ったりしてるので、私はまあそういう意味ではまあ 100% こう違うかなっていうのは私は思ってはないんですけれども、まあこれによってその日本が豊かになる、でいろんなその地域還元、まあ自分でも貢献できるそのものかなみたいなのは、まあ一番身近なもの、うん、じゃないかなとは思ったりしてますので、はい、ぜひ宝くじもたくさんね、まあたくさんとは言いませんけど、買ってもいいかなって思いますよ。はい、さあそしてお金ちゃんは他人に預けない、自分に預けるということです。はい、まあまあ投資とかね、そういったことなんですけれども、まあこういうこともねあります。あまりこちらはね、まあ気にしないでもいいかもしれませんけれども、大事なお金ちゃんを他人に預ける
くらいならやっぱりね自分の未来に預けていきましょう。まあ例えばですよ、歌を歌うのが好きならちょっといいマイクを買うでちょっといいあのボイスレッスンに通うなんとかね、投資して腕を磨くっていうことですね。でやっぱりそうしてこう自分に投資することでたくさんの経験を積んだそのお金ちゃんが大きく成長して戻ってきてくれますよ。はい。なんでね、やっぱりすごく大事なことっていうのがやっぱりこう自分を輝かせるために何をするのかということが大事なのかなと思います。自分が輝くことが一番、そして、そうなってくると、まあ後からお金はついてくるっていう、とにかく私も今やってるんですけれども自分磨きなのかなって思ったりしてます。すごく、一番なんかこう自分が成長することですごく魅力的な人間、そして、すごくあこの人なんだか素敵だなって思ってもらえる、それはもう、外見も中身もそうだと思います。なんでやっぱりこう自分磨きをすることがすごくまあもう一回見つめ直して考えていきたいことかなって思います。ニコの心ノート。さあエンディングです。今日の裏技は野菜を無料でゲットして生活費を大幅に削減する裏技です。はい、実はですね野菜を無料で公開しているサイトが実はあります。検索するのがただ野菜というワードで検索してください。そうするとですね人数限定なんですけれども、例えばきゅうり、45キロただとかトマトこう何キロただとかね、そんなんがね、まあ人数限定ですよ、10名とか、まあ、5名とかそういったねサイトが実はあります。それでねうまくやっていくとそれを注文できたらね生活費削減じゃないですか。素晴らしいサイトでございます。普通の野菜とかもね売ってるんでぜひただ野菜検索してみてください。それでは皆さん素敵な週末送ってくださいね。お相手はニコでした。また来週お昼1時半にお会いしましょう。バイバイ。